ります。こちらプレゼントマ、こちらですね、君の名はヒロイン役、この方からコメントいただきました。もうねーねー土曜スタジオパークをご覧の皆さん、そしてリュウさん、はい、こんにちは、こんにちは、西萌音です。萌音ね、公開全部し終わってから、はいはい、もう結構君の名はのメンバーで会うことがあって、そうですね、監督も含め、うん、はいはい、あのお会いすることが割とあるんですけど、うん、何かにつけてなんか物をくださる何かにつけて物をくださる、すごい戸惑ったのが2つあるんですけど、まあ、1個目はちょっとこの間大阪に行ってきたんだよねって言って、うん、ちょっと目つぶってって言われたんです。おぉ、はい、なんかいいですね、怖いなと思って怖い怖いと思いながらもこう目つぶったらスポンってあのテーマパークの被り物をかぶされて、あー、ね、これあげるって言われてまあそれが一個、まあ、未だにあの使い道が分からなくて、テーマパークにいるなら、なんか家具にかぶせてあります。なんかもう一個は急になんか木箱を渡されて、すごいニヤニヤしながらちょっと開けてみてって言って、開けたら黄金のマイクをくれたんですよ。名前入りの、名前入り何に使ったらいいんだろう。すごい嬉しそうに、これでいつでも歌えるねって言ってたんですけど、嬉しそうに、それは未だに一回も使ったことがなくてこれ、あ、そうそうそう、これこれ、はっきり名前入ってる上白石萌音のさらりさんのマイクじゃないですね。専用マイクでございます。はっきり金にしろって分かりやすい、ね、またで思ってたより金そう、これ本当に使えるやつなんですか。使います使います。なんか充電して、充電して、それは種類ですよ。はい、そのお店で行って充電してとか言ってどういうこと、歌えるんですよこれ結構高そうだし結構しっかりしてますね。ねえ、しっかりしたマイク、まあ、しっかりはしていましたねえ、はい、ある程度、あ、そうなんだと思いながらこう、まあでもやっぱこう僕としては、はい、身を削ってでもやっぱり、え、何これみたいな、削りすぎてますけど間違って削り方っていうのがあって、はい、そうプレゼントしました。わー、じゃあいつかね、モネちゃんがあれで、そう、あれで歌ってほしいんですよ。歌いながら目の前に現れることを願って、ご本人登場っつって歌ってみたいんですよ。えー、みたいな、えー、みたいないやー面白い、よし、